本日はプラセンタ療法について説明します。プラセンタとは英語で胎盤のことです。胎盤はお母さんのお腹の中で胎児を守り育てるために妊娠中に一時的に作られる臓器です。そして出産によりその役目を終えると体外に排出されてしまいます。胎盤は赤ちゃんが育つのに必要な全ての栄養と酸素の供給、有害物の解毒、排泄作用、免疫機能、ホルモンの分泌など様々な働きを行います。人の場合直径 0.1 ミリほどの1個の受精卵がわずか10ヶ月の間に重さ3キロもある赤ちゃんへと成長していきます。この驚異的な生命を育むのが胎盤であり、まさに生命の誕生において欠かせない大切な臓器なのです。その胎盤を用いることで様々な病気に効果があることが分かっています。その胎盤を用いた胎盤の成分を用いたプラセンタ療法は自然治癒力が増大すると言われています。当院では医療医薬品として厚生労働省から認可された人由来のプラセンタ、ラエンネクとメルスモンの注射薬を保険診療で使用することができます。胎盤に含まれる有効成分としてはアミノ酸、タンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル、酵素、核酸など分かっているだけでもたくさんの栄養成分があります。またまだ未知の成分もあると考えられます。このようなたくさんの栄養を含むプラセンタによってプラセンタ療法で一般的な効果でもたくさんの効果があると言われています。まず美肌促進作用、それから抗疲労作用、慢性疲労などの疲労回復、自律神経調整作用、不眠や不安、抑うつ感、自律神経失調症の改善などがあります。また内分泌調整作用として更年期障害や生理不順の改善なども認められています。また免疫不活作用、免疫力を高めて風邪をひきにくくするなどの効果があります。また炎症を抑える効果としてアトピー性皮膚炎、ニキビ、花粉症、歯肉炎の改善などが考えられます。また活性酸素除去作用としてアンチエイジング、老化防止、また血行促進、増血作用、冷え症や頭痛、肩こり、腰痛などの改善、それから肝機能の改善などが挙げられます。またプラセンタ療法で効果が認められている病気や症状としては内科的な疾患、整形外科、婦人科、皮膚科、心療内科、耳鼻科、歯科、その他さまざまな病気に効果があるというふうにデータが出ています。プラセンタ注射はどうしていろいろな効果があるのかというところですが、主成分である胎盤が細胞の分化増殖を促す幹細胞増殖因子 HGF 細胞を多く合成分泌する物質であるため、人間の組織細胞全般の再生や修復に寄与するものと考えられます。胎盤にはタンパク質、脂肪、糖質の三大栄養素をはじめ10種類のアミノ酸や多種のビタミンやミネラル、100種類を超える酵素など多数の生理活性物質が含まれています。現時点では有効成分としての特定の物質は同定されていません。今のところ分かっている成分と未知の成分が複合的に作用していろいろな効果があるのではないかと考えられています。プラセンタ療法の副作用として注射としてまれに注射部位が赤く腫れたり化膿することがありますが、他に特に大きな注射での問題点というのはありません。プラセンタ療法は様々な他の薬や鍼灸、治療法と併用することができます。プラセンタ注射の適量と回数ですが、いろいろな病気によって異なりますが、1回の注射に用いる注射剤の量は1アンプから10アンプルぐらいであり、平均的な量は1回2アンプルか5アンプルといったところが実践されている医療機関では推奨されています。注射を受ける場合には保険適用がある疾患、更年期障害、乳児分泌不全、肝機能障害で保険を適用する場合には1回1アンプルまでと決められています。ただし肝機能障害については2アンプルまで可能な地域も地域によってはあります。またプラセンタ療法の
回数は週に1回から2週間に1回が平均的な回数です。患者さんによっては月1回で良い場合もありますが、これも病気の状態や重症度によって異なります。またプラセンタ注射を始めても効果が感じられない場合は、量や回数を調節することによって効果が現れる場合がありますので、担当医にご相談ください。しかしながら、あらゆる治療はそうですが、すべての人に効果があるわけではありません。そのため病気によって異なりますが、6ヶ月から1年続けても全く効果が感じられない場合は治療を中止してください。プラセンタ注射での感染症の心配ですが、プラセンタは人の胎盤から抽出したエキスを原料とする生物製剤です。そのため感染症を心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、 B 型肝炎、C 型肝炎やエイズなどのウイルス感染のないことが証明されている国内の満期正常分娩した女性から提供されている胎盤を使用しているため、そうした心配はありません。また製造過程においてプラセンタ中の血液は全て除去されるので、当然注射剤には血液は含まれていません。しかしながら、今後同定される可能性がある未知のウイルスに感染する危険性は現時点ではゼロとは言えません。また現時点でプラセンタ注射において変異型クロイツフェルトヤコブ病、人型の狂牛病に感染するリスクが 0% とは言えないので、プラセンタ注射をすると献血ができません。献血ができないのは、もし感染した方が献血をするとその血液によって輸血を受ける多くの方へ感染を広める危険性があるとの日本赤十字社による配慮からです。しかし一方で、変異型クロイツフェルトヤコブ病、人型の狂牛病はグリオンという特殊なタンパク質によって起こることが分かっています。プラセンタ注射は酸による下水分解でプラセンタ中のタンパク質をアミノ酸に分解し、そして最終滅菌121度30分するなど、感染に対する万全な安全対策が講じられています。また変異型クロイツフェルトヤコブ病、人型の狂牛病にかかる危険性は、日本で普通に生活していれば1億人に 0.1 から 0.9 人であり、このことと狂牛病が流行った時期に流行った地域への海外渡航歴がないことを確認し、肝炎やエイズなどのウイルス感染のないことが証明されている国内の満期正常分娩した女性の胎盤を使用していることを踏まえると、まずほとんどゼロに近いと言えると考えられています。プラセンタ療法の費用ですが、保険診療でプラセンタ注射を受ける場合には注射と最新料金合わせて510円です。また保険診療では更年期症状への治療については週に3回から4回、肝機能障害では2日に1回程度診療が認められます。また1回2アンプル以上受ける場合には自費となります。ゆいクリニックでは、ゆいクリニックの院内で作成したオリジナルのプラセンタ療法を受けることができます。当院のプラセンタ療法では感染症のない健康な母体からの胎盤を用い、製造過程で高圧蒸気滅菌を施行し、最終的な組織材料に対して細菌培養試験を行った組織注射剤を使用しております。当院で使用するプラセンタ製剤は院内で院長監修のもと生成を行っています。当院先生のプラセント注射組織療法を希望される方は初回肝炎検査を行っています。感染症のない健康な母体からの胎盤を用いていますが、注射プラセンタ療法を受ける前に肝炎などの病気にかかっていないか、感染を持っていないかどうかの確認のために、プラセンタ療法を注射や組織療法を受ける場合には初回肝炎検査を受けてもらっています。また以前に肝炎検査を受けたことがある方は、その結果を持参したことで検査に変えるようにしています。プラセンタの注射ですが、当院での生成したプラセンタ注射の場合には自費で1アンプル1200円になります。注射は腕やお尻、お腹の皮下脂肪に注射します。またプラセンタ療法、組織療法に関しては、プラセンタ組織を直接体に埋め込む治療法で、こちらは1アンプル1万円となります。プラセンタ組織療法はプラセンタ療法の中の一つで、この療法は
プラセンタによる精神安定や滋養強壮などの効果と、組織療法という体全体の細胞を刺激して生体反応を高め、自律神経や免疫バランスを整えるなどの効能を併せ持っており、広範囲の疾患に有効です。当クリニックでは、化学的なものを一切加えず濃縮したプラセンタ組織製剤を使用していますので、体にとどまる時間が長く、プラセンタの効能が高いです。また、施術は皮膚切開をせずに注射部位を用いてプラセンタ組織を注入する方法で行っていますので、体への負担も少なく傷跡も残りません。粘部や腹部への皮下に増用を行います。プラセンタ組織療法の頻度は、プラセンタ組織は注射よりも長い間隔の投与で効果を得ることができます。初回から2週間後に受けた後は、3から4週間ごとに受けることで、プラセンタ注射よりより高い効果が得られます。また、プラセンタカプセル剤も当院で販売しております。これは、リュークリニックでオリジナルに精製したものです。プラセンタ療法の効果としては、内服薬よりも注射薬、注射薬よりも組織療法の順でより効果が高いとされています。プラセンタ療法は、年齢や性別を問いません。先ほどもお伝えしたように、多くの病気に効果があり、アトピー性皮膚炎の子どもそれからお年寄りの方なども含めてたくさんの病気にを改善する効果があります。腰痛、肩こりなどにも非常に高い効果が得られたりします。腰痛や肩こりに関しては、その痛いところに直接注射をするトリガーポイント注射を併用することで、より高い痛みを止める効果を得ることができます。保険診療の適用は更年期障害、乳汁分泌不全、肝機能障害だけですが、自費での注射であれば様々な疾患に対しての治療があり、効果が得られています。以上、プラセンタ療法についてお伝えしました。